こんにちは、富士山ゴルフです。今日も申し訳ないです。ボールポジションちょっと取れないんですけどね。ドライバーについても、まあ、切り返しってすごく大事なんですよね。で今日はね、何を言いたいかっていうと、切り返し方、タイミング、それからその懐の深さとか、でそれがもちろんフォロースルーの長さにもつながっていくっていう話なんですよ。獲得したい内容満載なんやけど案外やること単純っていうね、そういう内容になってます。ちょっとね、イメージとして伝わるかどうかは不安なんですけど、ほとんどの方がそのやっぱり打ち急いでしまう、頭突っ込んでくるいうダウンスイングですよね。切り返しが頭突っ込んでくるとか、もうバッと打ち急ぐとかっていう、そのにやっぱり悩みを抱えている方がどうも多いらしくて、まあ、一発で解消っていうのはなかなかゴールスイングは難しいんですけど、まあヒントになればなっていうことでやらせていただきます。じゃあ早速いきます。こういうの上げたことあると思うんですけど、体重はこう、まずはこう単純に右から左、右から左っていうのと、それからあべこべですよね。でこの流れ、この2つを、まあ、コンビネーションさせるとこういうイメージでやってほしいみたいな、別の表現の仕方するとね、本当にアドレスしますね。でバックスイングしてトップまで行ったら、こう切り返しでいいですか。バックスイングで体重ってこう、まああんまりもう本当に最近本当に言われなくなってきてますけど、体重俗にこう体重移動みたいな感じで、右に今ちょっと大げさにやってますよ。右に乗っても、これも今踏み込んでってるんですよね。でこの踏み込みましたのこっちの足、左足はですね、アマチュアの方に多いのは、まあ僕見ててもですけど、まあ、レッスン普段してる時もそうなんですけどね、左に踏んでってくださいっていう表現の仕方すると、皆さんやっぱりこういきます。もう踏むんで。でもこれはバックスイングトップ行った時に軸足となってるのは右足ですよね。右足、この軸足に対自分をしっかり残しておいて左足を踏んでいきたいんですよ。行っちゃダメです。踏まないかんとか、左に体重を乗せないかんからっていうので、このモーションがね非常に多いんですよね。せっかくいいバックスイングがあっても、切り返しのこれ一つでもう台無しですからね。であるいは最近流行ってるのは、左の腰を後ろに引いて出しましょうみたいな話もあるんですけど、これ全部トップ行った時の軸足に置いといてから、持って言ったらここ最後もちろん入るんですよ。後ろにポーンと蹴っていきますけど、これねしっかり踏み込めて、また左足で踏み込んでいっても、右サイドにしっかり体が残せる人は最後蹴れるんですけど、残せない人、ここで踏み込んでいくときにすでに頭が前にいってる人は、これをどれだけ後ろにいったってもうにっちもさっちもいかないですからね。だから左の股関節を後ろに蹴り込む前に、必ずですけど左足は踏み込んでいっても、自分の体は右や軸足ですよね、トップ行った時の軸足にしっかりまだ体は残ってるんやけど、でイメージとしては、まあ、僕らね子供の時よく朝、どう言ったらいいのかな、冬なんか別に水たまりでも池でも田んぼでもいいんですけどね、こう氷張ってるんですよね。でその氷乗りたいんですよ、子供やから。で乗りたいんですけど、いきなりバチャーンって乗って、朝からですよ、ガチャーン乗ってて、でそれこそ田んぼの真ん中に張ってる氷ガチャーン乗って持って、ドロドロになったら、もうそれ時々折ったんですけど、ドロドロのまま学校行かなあかんわけ。それなくって、その氷をちょっとこれ
どうなんやろ、凍ってんのかな。まあ、俺それ数学論でようやったもん。そうそう。やったよ。だいたいおったやん。俺はだいたい片足さ突っ込んでさ、なんなら靴までもう取れへんだもん。ズボン。ズバーって。靴もう戻ってくる時もう靴置いてきたもん。取れへんやん。そうそう。あったやん。それももう俺からさ、いけんちゃういけんちゃうって言ってみたらあかんないやつやんか。でも。そのいけるんちゃうんっていう感じでダウンスイングっていうのに行きたい。でまあゴルフ別に行ってみたらあかんだかどうか問題ないじゃん。踏み込んでいくときにこっからです。ちょっと申し上げさせていただきますけど、トップ行きますよね。でこっからそーっとわざとちょっと足元ずらしてますよ。そーっと右に右サイドに体を残しておいて、そーっと軸足の上にまた自分はいますよっていう段階からそーっと行きたいの。本当にあ、氷どう割れへん、大丈夫、これいけるっていうぐらいのつもりでそーっと行きたい。そーっと行ってからのダウンスイングです。ここで本当にドーンって行っちゃう人とか、それからまあ行っちゃう人とかっていうよりほとんどこれなんですよね。でこれがダメっていうのをある程度分かってくると次こうやるんですよ。よっぽどこれよりはこれはね、自分でね突っ込んだっていう風に自覚しやすいんですよ。でところが先に回してめくってしまったやつはなんかゴルフスイングしたような気分になるんですよね、全員が全員で。このめくってしまうっていうのか突っ込んでしまうの、この2通りに分かれてます。ほぼです、ほぼダウンスイングはこのどっちが正しいのっていうことで疑問を持ってると思うんですけど、両方違いますっていう話です。正しいのはゆっくりやりますけど、正しいのは僕右の腰を回すんじゃ回すんでもなくてこうちょっとこう右の腰後ろへってこう、これはどういうことかというと、踏み込んでいく瞬間も軸足の方に体は置いといてほしいわけです。それで懐が深くなってくるので、そーっとそーっと左足は本当にドーンって踏み込んでいくんじゃなくて、そーっとそーっと出していってください。仮にこれがヒールアップしてもです、ヒールアップして大きく右に来ても帰っていくときはそーっと帰っていってください。一気に行かないことです。このピッチャーでも一緒です。そーっとそーっと行くけど行かんよ。それから切り返しバッティングでもそうです。行くけど残ってるよ、行くけどねっていう、こっちに残ってるよって、この間が欲しいんです。これ本当に伝わったかどうか分かんないですけど、本当にそういうことで、この実はこの間が最もダウンスイングでクラブをプレーンに乗せるし、フォロースルーもまっすぐ出すしと、だから結果的にどうなるって言ったら、プレーンにきれいに乗ってきてフォロースルーが出てくるってことは、ここの間さえうまく取れれば、これぐらいのスイングのつもりで切り返しの間をゆっくりとって練習してみてください。ゆっくりです。切り返しの間をゆっくりとって、うん、体重って右に持ってて、そうだから、あ、右にね、右に乗っていいんやけど、例えばこれも右に乗ってんじゃん、うん、でこれは乗りすぎ、これはもう俗に言うスウェーですっていう話。さっき俺踏み込んでいくときに行かないかんけど左に踏み込みたいけど残ってないかんっていう表現の仕方してね。だからこれって
行かないかんけど行ったらあかんっていうのがあるのよ。行くと同時にでも左そーっと探っといてから行かないかん。でこのこのそーっとこの氷、これ氷張ってるけど大丈夫みたいなそーっと出していく時ってまだ残ってんじゃん、うん、でこのちょんちょんちょんってこれいけるかなみたいな、このちょんちょんちょんいけるかな、いけんじゃんっていうぐらい、それぐらいまったりと行きたいの、切り返しを。じゃあ私最近全然ドライバーが赤いやん、私完全に左に体重乗せてる。ガツンとでしょ、後ろ知ってる昔からいる、うん、だからあのでも先手、先手教えたしね。そうそう、体重が右から左やからって言うんで、左にちゃんと壁作るためにはさ、そっちに体重置いといた方がさ、まず一回そこを置いといてから、うん、触れっていう。でもそのまず一回そこへ置いといてから触れはいいのよ。それと同時にドンっていくっていうのが多いのよ。そうだから今バックスイングで右に乗るんやよねって話したけど、バックスイングで右に乗るのも一緒で、実はこっからフンって踏んでいくんじゃなくって、バックスイングの右足も若干やと、ここが本当に大事で、テイクバックでもある程度ゆっくり上げろみたいな話もあるじゃん。バックスイングもゆっくり上がってきて、それは何でかって言ったらドーンって乗せるわけじゃなくて、バックスイングですら指導よ今、はい切り返す、今から戻ってきますいう時はうわって大きくいくよ。でもその最初の指導はむしろドーンっていかないで、うん、あのヘッドスピードだけを上げる練習の時はまた別、うん、でもね、全体的にとにかくゆったりとか粘るとか、それからまあ重たくとかとよどみなくとかっていう、この表現でゴロスイングってまあまあ使われるんだけど、そういうスイングを獲得しよう。まあほとんどの人がそういうけど、ミスショットした時っていうのはお前早いって言われるんだよ、今の早いな、このようになんか今ものすごい早かった、何が早いって言ったら、ここが早い、ここが早いんだ、ここをある程度間を取ってゆったり、こっちも間を取ってゆっくりっていうのをできると懐っていうのができるから、フォロースルーも自然に出ていくっていう話。でも子供の時にバットを振っとったらさ、ボールがバットの方がバットないバットを振っとった時にさ、うん、来る時にさ、やっぱりこうこうこっちからこう引いて、うん、なんなら足もさ、うん、こうでももちろんタイミング取ったりする、うん、そういうイメージで、そうだね、やな、そうだね、な、うん、最近のバッターのせいやけど、こうほらん、お尻で向こう向ける、別にそれでいいの、うん、今の、なんでそのお尻で向こう向けるとか、動画一本潰すんかな、あー、ごめんなさい、ええ、もうこうこうさ、ここで懐できたよ、はい、はい、準備 OK みたいな。もう最近ただでさえアイデアを枯渇しきとんの、ごめんなさいそうか、そういうなんかバッと、まあでもそうやってそだから、それでそのイメージが蘇ったってことだよね、うん、今のずっと見とったらそうやってふそういう風に見えた、あ、見えたってめちゃくちゃ見えた、うん、で、そーっと出してくんも、そう、あの俺の鋼鉄ジムの靴置いてかんよ鋼鉄ジムってもう鋼鉄ジムのビニールの靴あったやん、いやいやいや、あーってもうそんなん多分昭和55年以降は分からない、あ、52年ですけど、52年でも分からない多分、俺は兄貴が46年やでギリ分かってるお前長男やったら51年知らんよ多分まあまあいい鋼鉄ジーブ懐かしいなそれ置いてきてあかんよってやつやろ、うん、そうって、でもこんなんいきなりドライバーで、うん、またアップもしてないのにやってみなってもう無理ない話やもんね、そう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 っと出してくるそーっと難しいそーっと出してくる難しいそろっといっとんねん、ソロ、え、でも、まずは、ソロリ、ソロリ、ソロっとじゃん、
そうそうそう、そーっと、そう、そんな感じ、そんな、そう、全然いいよ。そんな、全然いいよ。そう、そーっと。そうって。そう。なんか百聞は一見にしか、なんか見た後やでかしらんと上手。本当。うん、いいよ。それぐらい、それぐらいから入っていくの。それだから、まあ、ありがとうね。落合さんが昔こう監督時代、監督じゃない、現役かな、うん、の時にこう左手でバット持って、はい、の左手で一本の時にボールめちゃめちゃ高上げるみたいな、で高上げといて落ちてくるやつを高上げといてっていうのを結構やってたっていう話を聞いたというか、そうで、あ、確かにこうやってこう上げて、たらここでポーンと上げてバーンってこう出てくるじゃん、当たり前やけど、じゃあ内野のノックするときこう上げてポーンでいいじゃん、でこれだったら間がまあ短いわけよ、まあ短いって、まあそのあの選手のクラスになったら間が短い、めったくるまで書いて短いな辺もちゃんとあるかなっていう話ですけど、その落合さんでさえね、ポーンって高上げといてってやったっていう意味よ、ポーンって上げといてやったっていうから、それは何、なるほどな、押してくるスピードに合わせて体が動くような感じで合わせて、そうやね、そんなちょんと上げといたら急ぐじゃん、ちょんと上げたら急ぐじゃん、ポーンって上げといて、ポーンって上げといてっていう、重力を体で感じるみたいな感じだな、そうやね、だからそう感じるっちゃうよ、この前やよね、うんうん、こう高く上げて間を作って、高く上げて間を作ってっていう練習をすごいしてたっていう、だそれでなんか、あーなるほどなと思って、そう、じゃあちょっと言っていい、踏み込む時にさ、つま先でそのといってんか、その後どうすんのか、つま先のその母子球から入ってかかる全体にグーッと踏んでくるね、つま先から全体にグーッと踏んでっていう、外側に、そうそう、その探りながらって踏む感じや、はいはい、そう、もういきなりドーンってバカおらんやん、これ凍ってんかな、どうなんかな、ドーンってバカおらんやん。うん、パーンパーンって打つのってさほど距離が変わらんの、死ぬほどゆっくり行った方が飛ぶわ、そうなんや、死ぬほど飛ぶ、何でか分からん、死ぬほどここの間が、ゆっくりな方が飛ぶの、そうなん、ね、飛ぶの、だって俗に言うね、ごめん話しようと見たけど、俗に言う手打ち、俺いろんなこと今まで散々動画上げてるけど、その中でもである程度届いてほしいから、重いというか、で、なるほどなって思ってもらえんかったら見てももらえんよ、だから、実は今まででも結構腕使っていいよ、手使っていいよってことを言ってんけど、今日言ってる内容はもう全然手使えへんやん、そんなことしたらっていう内容になってしまう、やけど、このこれをいい別の表現の仕方するとだから手っていらないんですよねっていう話になる、もう俺今やってる時にこのスイングをねこうやってこうやってる時に手使ってますって言われたら全くって言いたくなる、何やってんのって、いやもうここアドレスでできた、ちょっとフラフォークけど、この形、この形のまんま、この形のまんま踏み込みのタイミングだけで、フェースローテーションも何もないと、アドレスで時にできた形のまんま行ってますよっていう表現の仕方、若い時はしてたよ、誰一人学んだの、だからもっと腕使えとかフェースをひっくり返すってことを覚えろってことだけど、それなんでそういうのが大事で、あえてそういうところをいっぱい言ってきたかっていうと、こんなとこいきなり導いたってできるわけないじゃんって話、でもある程度もうそういうことも結構言い尽くしてきたというか言ってきたから、実はあのまあある程度こう究極っていうほどそんな大したもんでもないけど、フェースコントロールっていうかね、
スイングに正確さを入れてこうと、正確さとそれから、まあ、正確さと深さだけどね、正確さ、深さ、それから俗に言う、出てない、いい俺見とって上手な人のボールって迫力ないのに飛んでくっていう感じするの。で、下手な人はここが迫力あってプシャーッけど向こうで吹いてるとか、ここはすごい迫力やのに行ったらあんまり飛んでないよなっていうボール。はいまあ、はい、それね、はい、でも俺も調子いい時はこの辺がすごいゆっくり出てくる。何やったらヘッド行ってから後からボール出たっていうぐらいのイメージで出るんやけど、うん、それでもボヨヨヨヨヨンって飛んでるのね。そうだよね。そう、それが欲しいから悩んでんねん。それでここ球がこう出てくるんです。そうそう、ドローンとドローンイメージがめっちゃ飛んでくるしさ、向こうでしないんやから、それが打てる時が俺は短いああっていうのが一つ続いたら、まあだから今日これあえてなんでドライバー持ってきたかっていうと、自分がそれが本当にうまくできてるんやろうかどうやろうかっていうのを確認するには、もう俺の中では今そのドライバーが最も行きたくなるじゃん、振りたくなるじゃん、飛ばしたくなるじゃん、そこをメンタル的にもだけど、そこをじっくり気持ちを抑えていけますかっていう。俺今絶対無理や、打ち急いどるわ、もうビビってしゃあないぞ、はい終わらしたいって思う。うん、要はもうドライバーは今あかんからもう早終わらしたい、うん、早アイディアを打ちたいってなるから、うん、だからまあドライバーが一番今日言いたかったことを、ね、今ドライバー打つときに一番なんかこう必要とされるっていうところかなと思って。そういうもんだよ、ショットが長くなるわけほど難しくない。そうやろ、だってだからなんでってシャウト長ければ長くなるほど早うみんな打ちたくなる。そう、それがどんどん逆いかなあかんじゃん。ああそうや、逆や、逆ない。でゴルフって面白いのは今度はどんどん短くなってきた、もう、うん、短くなってきて目標が近所に行くとそれもまたどんどん早う打ちたくなる、うん、それもまた逆やろ、短いから言うと早う打つない、短いやつももっと何やったらドライバーよりもゆっくり速かったらタッチなんか出んよってこと。それがショートパットであり、ショートレンジのアプローチであり、ゆっくり、そう、なんやったらドライバーでありっていう、ゆっくり踏むイメージ、ゆっくり出て、ゆっくり出てくる、そーっと出ていけってことで、はい、本日はこの辺で、ありがとうございました。